皆さんおはようございます。モーニングユージット、今日は4月29日、金曜日です。今日はユージット、モーニングユージット番外編ということでお届けしていきたいと思っております。今日の、番外編ではですね、その前に今日から世の中ではゴールデンウィークに入ってますね。お出かけになられる方もいらっしゃると思うんですが、くれぐれも気をつけていってらっしゃいませ。ゴールデンウィークなんて関係ない、仕事をいろいろやらなきゃいけないという方はぜひこのユージットに、モーニングユージットにお付き合いいただければと思うんですけれども、ちなみにですね、前回平賀さん、梶田さんとデザイン&ソーシャルセミナーというセミナーをやらせていただきました。その際実はリノベーションというテーマで、セミナーをやらせていただいたんです。私はですね、実はこのリノベーションという言葉はソーシャルメディアにとっても向いていると思っておりまして、既存のものをいかに生かしてさらに良い方向に持っていくか、そこをリノベーションの定義とするならば、本当にソーシャルメディアは、むしろイノベーションよりもリノベーションにとても向いている道具だというふうに思っております。ぜひですね、なんでそう思うのかなみたいなのとか、確かにこういう点でリノベーションにソーシャルメディアってすごく向いてるよねっていうことだとか、ぜひですね、なんかワイワイガヤガヤそんなに難しく考えなくても、いいので、楽しく、コメントなどでシェアしていければなと思っております。ゴールデンウィークなので、緩やかに楽しく会話できたらなと思っております。それではリノベーションぜひテーマに、お付き合いいただければ幸いです。ゴールデンウィーク中も何度か放送すると思います。Stay tuned. Bye.